はい、では今日の職業体験はクラブアースターです。行ってみよう。わかりました。お客様ご来店です。いらっしゃい。ベルエンポ、はい、ベルエンポックいただきました。ありがとうございます。お客様お帰りです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは今日ボイさんの方に質問させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。最初の質問なんですけど、月給保証っていくらぐらいですか？あと25万円からです。もう一つ聞きたいことがあるんですけど、はいはい、最高月収っていくらぐらいですか？3桁も全然あります。週何日休みの、で1日何時間労働なんでしょうか？日祝がお休みの、で1日8時間労働。県外の人もここで働けるんですか？はいはいはい、まあ、本人のやる気があれば、はい、店で家用意します。はい、では質問させていただくんですけど、時給ってどのぐらいなんですか？やば、北新地夢ある。週何回働いて1日何時間労働ぐらいですか？4、5時間働いて、はい、週昼もやってるので、週に2回ぐらいで融通聞かせてもらってます。 ありがとうございます。本当にこのお店で働きたいって人は未経験でも大丈夫ですか？スタッフの人とかみんな親切なんで、はい、めっちゃってるから全然 OK。 全然 OK なんですね。はい、というわけで今回クラブアルツさんで職業体験させていただきました。まあ、僕が思った夜職のイメージってめっちゃ怖い人がいっぱいいると思ったんですけど、すっごい優しい方いっぱいで、僕働いてすごい安心しました。なんか夜の業界のイメージがいろいろいい意味で変わったんで、皆さんもぜひね、これから面白い情報を発信していくんでチェックしてください。では今日は気持ちよく帰ります。またね。